ジャック・フラハーティは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍、バーバンク出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のセントルイスカージナルス所属。2014年の MLB ドラフト一巡滅違法で、セントルイスカージナルスから指名され、プロ入り。ドラフト前は、内野手として注目されていたが、投手として入団した。契約後、参加のルーキー級、 ガルフコーストリーグカージナルスでプロデビュー。8試合に登板して1勝1敗、防御率1.59、28奪三振を記録した。2015年は A 級ピオリアチーフスでプレーし、18試合に先発登板して9勝3敗、防御率2.8497奪三振の成績を残した。2016年は A 級パームビーチカージナルスでプレーし、 24試合に、登板して5勝9敗、防御率3.56、126奪三振を記録した。2017年、マイナーでは、AA 級スプリングフィールドカージナルスとトリプル A 級、メンフィスレッドバーズでプレイし、2球団合計で25試合に先発登板して14勝4敗、防御率2.18、147奪三振を記録した。六月十八日には、 オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。8月30日にカージナルス監督のマイク・マシーニーがフラハーティを9月1日にメジャー昇格させることを発表し、当日メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のサンフランシスコジャイアンツ戦で先発してメジャーデビューを果たしたが4回を投げて5失点を喫した。 この年メジャーでは6試合に登板して0勝2敗、防御率6.33、20奪三振を記録した。2018年3月25日に故障したアダム・ウェインライトの代わりに開幕ロースターに入った。ウェインライトが復帰すると4月4日にトリプル A 級メンフィスにオプションで降格した。4月28日に再び昇格するともう一度オプションで降格し、 5月にウェインライトが長期の故障者リストに入ったため5月からは代わりに先発ローテーションの一角を担った5月20日にメジャー初勝利を挙げたブッシュスタジアムで行われたフィラデルフィアフィリーズ戦で投球数120で1失点で13奪三振1死球に安打を許したのみで5から1で勝利した試合だった2018年の新人年は8勝9敗で 28先発で防御率3.34を残し、151、投球回で182脱三振を記録した。2019年はマット・ウィータースとの契約を結ぶ際に、ウィータースの背番号を優先したため32から22に変更を行った。シーズン後半に差し掛かるまでは防御率4.64を記録していた。オールスター休暇後は防御率0.91を記録し、 これは、ボブ・ギブソンとジェイク・アリエータに次ぐ3番目に低い、記録だった。8月には4勝1敗防御率0.71で、8月のピッチャー・オブ・ザ・マンスを受賞した、9月も44回を、投げ防御率0.82位を記録し受賞した。11勝8敗、33先発で、防御率2.75、196回と1、3回を、 投げ231奪三振を記録し2019年シーズンを終えた。230奪三振を記録し55支球以下で、防御率2.75以下を記録した、MLB 歴代で3番目に若い投手になった。シーズン後、ゴールドグラブ賞にもノミネートされ、サイヤング賞の投票では4位となった。2020年は、自身初めて開幕投手を務めた。 2021年4月1日のレッツとの開幕戦で2年連続2度目の開幕投手を務めた。5月7日のロッキーズ戦で MLB 初本塁打を記録した。マックス・シャーザーと似た投球フォームで両コーナーを丁寧につく投球が持ち味である。ありがとうございます。